あ、ちょっと待って、銀太から LINE 来た。ちょっと待ってね、ぼちぼち晩ご飯行こうかな。あ、既読ついた。この銀太の返信次第でやめる。銀太から帰ってる、タトゥーショップなかったってきた。つれえな。銀太からタトゥーショップなかったしょぼーん、なかったか銀太。そっか、タトゥーショップ探しに行ったのに見つからんかった。1時間以上探しとったろ、すごいな。調べてから、いやっていうかさ、社長がさ、インドネシア行っとや今、俺知らんくて。で、社長何しとっちゃろ、グループ出てきてないわと思ってね、社長の部屋バリノックして、バリピンポン押したっちゃん。したら、マジで知らん韓国人が出てきて、俺と韓国人で同じ顔しとった。全然知らん韓国人が出てきて、俺も全然知らん韓国人出てきたけん。二人で顔して5秒ぐらい沈黙あって、すまんっつった。Just Alive で OK。じゃあ、ちょっと銀太ついたっぽいんで、俺配信落としちゃう。ああ、てか銀太呼ぶ、まあ、とりあえず誘ってみたわ。とりあえず誘ってみた。暇ならちょっと部屋来るって。ピンクと黄色はやけんタクシーで1時間のとこにおるけん遠い。あ、そう、もうすぐ炭治郎が来るぞ。あいつマジで炭治郎みたいだから。10分後に来る。オッケー、10分後行くわって来たわ。はい、10分後に来るぞ。いや、いや、てか銀太とここのやつらのシナジー俺結構好きっちゃん。お前らの絡み好きなよね。天然記念、そう、天然記念物が来るからな、楽しみにしててくれ。銀太と2人でどっか行こう。銀太10分分かるかな。10分ぐらい分かる、あいつも。銀坊がもうすぐやってくる。あ、銀太嬉しそうにするよね、分かる。俺もね好きだよ、銀太って。嬉しそうな時も楽しそうな時も、あいつ喜怒哀楽全て顔に全部出るけん大好き。あい、俺ね、銀太と繁盛がマジで裏表ない人間トップ2と思っとっちゃう。あ、2トップやわ、2トップと思っとって、あの2人は俺はね裏表ない2トップと思う。好きなんよな。そう、あの繁ちゃんもそうじゃない、オニアも裏表。いや、そう、オニアは裏表ないとかの土俵に立ててないだろまだ。お兄ちゃんは、お兄ちゃんはまだその裏表があるとか裏表がないとかの土俵にまだたどり着けてないって、あいつは。じゃあ、あいつはたどり着いてないよ。そう、あいつはまだギリギリそこにはおらん。お兄ちゃんはね、小学校の頃さ、野球の帽子さ、赤と白あったじゃん。あれをさ、お調子者がや、赤と白でかぶってウルトラマンってしとったやろ。あの帽子の状態みたいな感じじゃない、なんかずっと。その裏でも表もでもない中央になんか立っとるみたいな、わかる。あいつはウルトラマン気がするわ。そんな着せんかね。そうそう、ゴムもビルロビルロのゴム、あのメーカーも想定してない長さまで伸びきっとビルロビルロのゴムね。メーカーもこんな伸びるんやってなるぐらいびっくりするドロンドロンのゴムの。そう、